自民党は森友学園の籠池理事長の証人喚問での証言に偽証の疑いがあるとして国政調査権の発動も視野に調査する考えを示しましまた。証言と事実と違う点、えー、これをしっかりとさらに詰めていきたいというふうに思っておりますが、えー、さらに、えー、国政調査権、えー、これの発動も視野に入れてですね えー、さらに、えー、精査を進めていきたいと証人喚問で籠池氏は安倍昭恵夫人から100万円の寄付を受け取りそれを学園の職員が郵便局に入金したと証言していましたしかし自民党は払い込み用紙の筆跡が籠池氏の妻のものではないかと指摘し用紙の原本を入手して鑑定すべきだと主張しました さらに安倍晋三記念小学校の名前で寄付金を募っていた時期について籠池氏はほんの一瞬と証言しましたが自民党は2年から3年にわたって行っていたと思われると指摘しました自民党は籠池氏の証言が嘘だと明らかになれば偽証罪での告発も視野に入れています